2010年のサンマリノグランプリはロードレース世界選手権の2010年シーズン第12戦として9月3日から5日までイタリアのミサノサーキットで開催されたこの年のレースでは元にクラスで富澤康成の事故死という悲劇が起こった 125cc クラスの予選ではブラッドリー・スミスがシーズン2度目となるポールポジションを獲得した日曜日の決勝は マルク・マルケスとニコラス・テロルのマッチレースとなった。終盤にはマルケスがテロルとの差を広げ、2.185秒差でシーズン6勝目を遂げた。ポイントランキングではマルケスがトップの座を維持し、テロルに9ポイント、ポル・エスパルガロに20ポイントと差を広げた。元にクラスではポイントリーダーのトニエリアスが所属するグレシーニ・レーシングのホームレースとなった今回。 従来の黒主体のカラーリングに代わって、モートジッピークラスと同じくサンカルロがメインスポンサーについた白いマシンで臨んだ。土曜日の予選では、そのエリアスがシーズン2度目のポールポジションを獲得、2番グリッドにはクラス自己ベストとなるスコット・レディングが入った。日曜日の決勝、序盤はアンドレア・ヤンノーネがレースをリードしていたが、 スタートでフライングを犯していたためライドスルーペナルティを受け替えに沈む。変わって4周目には富澤康成が先頭に立つ。そして7周目にはエリアスが富澤からトップの座を奪うと、そのまま後続との差を徐々に広げ、シーズン6勝目を遂げた。2位にはフリアンシモン、3位にはトーマスルティが続いた。ポイントランキングではエリアスが83ポイント差でトップを堅持 ランキング2位には、イアンドーネに代わり、シモンが浮上した。富澤康成の死、編集金曜日のフリー走行での富澤決勝レース12周目の第11コーナー、4番手を走行していた富澤康成が転倒、そして直後を走行していた2人のライダーと接触してしまった。富澤はサーキット近くの病院に搬送されたが、現地時間14時20分。 死亡が確認された。前線インディアナポリス GP でもサポートレースとして開催された MD250H でポイントリーダーであった13歳のピーター・レンツが転倒後の他者との接触で死亡しており、ロードレース界は2週連続で将来有望な若いライダーを失うこととなってしまった。モート GP クラスの予選では、レプソル・ホンダのダニ・ペドロサがシーズン4度目となる。 ポールポジションを獲得した。2番グリッドには、フィアットヤマハのホルヘロレンソ、3番手には、ドゥカティ・マルボロのケーシー・ストーナーが続いた。日曜日の決勝では、ペドロサが終始レイスをリードし、2連勝、シーズン4勝目を挙げた。2位には、ロレンソ、3位には地元バレンティーノ・ロッシュが続いた。ポイントランキングでは、 トップのロレンソと2番手のペドロサとの差は63ポイントとなった。レース後、ライダーたちには、富澤志望の秘宝が伝えられた。表彰式後のトップ3インタビューでは、ペドロサ、ロレンソ、ロッシが哀悼のコメントを残した。ありがとうございます。